企画書でござるラブソタ五百五十回目。今日はミスター若年寄ということでメッセージお待ちしてたらまさかの企画書でござる。いやあの新人 A 君のねあのエピソードは笑いましたね。素晴らしいエピソードでしたね。はい。専務様もね神様ね本当にこれが御社の企画書でござるござりまするか。 けない,っていう <laughs> 素晴らしいよ <laughs> 本当に、えー、そんな対応できるかな私急に「ござる」って言われたいやーできないと思うな<ー>私も「江戸時代かよ」って言っちゃうかもしれないけど。<ー> <laughs> だいぶ場は和みますけどねそしてですねみっちゃんさん日本放送お疲れ様でした今夜のキャンプ飯が決まってない肉巻きいんげんさんありがとうございますツイッターで読んでいただいた窓際族の真相ですが中学生の時にねなりたかったもの窓際族っていうねそんな肉巻きさんでしたが仕事ない仕事しなくていいでも給料をもらえる最高じゃんなのでしたなるほどね え、今ですか？残念なことに仕事しちゃってます。遊ぶ金欲しさについつい仕事しちゃってます。あ、遊んで暮らしたい。<laughs> ではまた来週ということで。<laughs> 仕事していきましょうね。はい、そう、遊ぶために <laughs> そうですね。し遊ぶために仕事していきましょう。えー、はい。<laughs> そしてですね、うん、デルコモさんから質問を忘れていたので再メールしますということでいただいて,て、はい、ブラサタのオープニング曲ラブローとエンディング曲ハッピーランディングをミュージックバードの他の番組にリクエストしたい場合リクエストは可能でしょうか <laughs>、うん、ミュージックバードに音源を持たれてますかということで <laughs> あるといえばあるあるんですけど、うん、まああのー 結構ねあの、うん、ぶらさたって思いっきりこう言っちゃってる、ね、番組弁言っちゃってる楽曲なので。うん どううでしょねあのリクエストしていただくことに関してはもう全く問題ないですもうむしろありがとうございますいただかかるかどうかっていうと分からないですねどうでしょうレスはだいぶ低いかもしれないそうですねかなり番組色が強いので2曲だからねでもかけてくれたらもうすごいうれしいですうしいね本当にその時にはもう楽曲をね番組宛てにもう喜んで差し出します 贈呈 <laughs> こちらが画曲でござる健常、ね、しなそうだね <laughs> <laughs> はい。そして、はい、え前回の、えー、ラブサートあそう今日久しぶりに音声だけですねそうなんですよ <laughs> そうなんですよ、はいあそうね、言うの忘れたり、ね、冒頭から普通に入っちゃってるけど <laughs> そうなんですが、えー、前回の第二回エゴコロ対決のお話もいただいております、はい、ラジオネーム、うん、アナポチさんありがとうございますテーマ採用ありがとうございました謎のピカチュウにニセクマも爆笑でした、うんうん、<laughs> みっちゃんはフレームアウトしながらも楽しくお絵かきされていたのに対し、うん、脇目も振らずお絵かきに専念するあさみちゃん、うん、でも困った時に向ける謎のカメラ目線は余計です <laughs> やはり性格って出るものですね、うん、作品の出来はみっちゃんのピカチュウは一見とても雰囲気出てるかと思いきや、うん、やはり目の錯覚でしたあさみさんの方が雰囲気出てたよねあのポケモンでしょそ<う>全体のとしてのいい雰囲気ってことだよね <laughs> <laughs> ピカチュウではなかったもんあれピカチュウではないよ変な生き物だもんなんか耳もグニャグニャ,グニャしてた <laughs> くまモンはすごくスリム、はいうん、足も長く男前に書いてあるのですがですやっぱ偽モンじゃんっていうことでクマって感じじゃなかったけど、うん、そしてあさみちゃんのピカチュウうん、うん、お隣の国のクオリティですかやはり謎お、うん、<laughs> 隣の国のクオリティ ちょっとあのね偽偽ってあなるほど、ね、そういうことねそうそう偽てる感じに見えることかなクマモンはジブリに出てくるショートトロにそっくりと思ったのはポチだけでしょうかいや<ー>そう思った私も改めて見たらはい、はい、トトロか怪確かに、うん、来週からは虫とか動物とかにテーマが変更になるのですねでもお題がカメレオンの時に目だけ変えてカメレオンって言い張るのはやめてくださいよということね <laughs> どういうことですか。<laughs> 体が思いつかなくて目だけ描ってカメレオンだっていう体ってさ、意外と難しいよね難しいよイメージをするのが難しかったくまモンのだってそうなんだよねそう。ディテールはさ、覚えてるはずなんだけどなんとなく寸胴のイメージしかなかったんだけど私足中なそう足長でスリムになってくどね寸胴を描いたつもりだったんだけどね割とシュッとしてたねシュッとてた なかなかねやっぱ難しかったなイメージを絵にする絵に起こすってこんなに難しい作業なんだって思いました自分の頭でイメージしてるものがそうそう知ってるはずなのにプリントアウトされないんだよねうんされないすごいよねすごい自分のスキャニングどうなってんのって思うカチんなんか手がさ地面についてたよね それがね、より妖怪っぽい相談してんのよ <laughs> あんな可愛い子なのにさ、うんうん、妖怪っぽいね幼稚園さん最近 CM 見るたんびにズキズキするの心が <laughs> ごめんなさいって何ピカチュウにそう <laughs> あんなふうに書いて「ごめんなさい」って思ういやいやいやそれはまた別もんだからもう <laughs> ポケモンではなくポケモンではなくそ<う>別も別もんだから <laughs> <laughs> 次行きましょうくだらん <laughs> 今日編集できないからねそうだねはいはい <laughs> <laughs> だいぶ編集してるのバレてんじゃんそ<う> <laughs> <laughs> するだろうあの動画はしますねしますよずいぶんしますよ喋っちゃうからだいぶ結構カットしてるもんねうんそう考えるとさこの音声だけのやつすごかったよねもうだって一発撮りでノー編集だからこんな楽なものないですね本当だよねそして FM 日立ちで聞いてくださってる MT52A さんありがとうございますありがとうございます本放送お疲れ様でした今日のお二人のファッション初夏っぽいでもあさみさんは寒かったのですねちょっと薄いんだよね私上に羽織ってるのが結構 こねあったかめのみちゃんはねそうなんです割と厚手のねカーディガンですけどはいやっぱりかきってんでそうねこれちょっとおじさん臭くて好きなんですよ結構最近流行ってるもんねそうねはい号三え号三九はいえ号五百三十九回からね始まった動画配信を含めてラブサタもいよいよ五百五十回になりますね単純に考えても十一年以上すごいね。 すごいことだと思いますブラサタがいかにリスナーさんから愛されているかこれ以上の結果はないと思いますこれからも楽しい番組が続きますよご記念するとともに応援しています頑張ってくださいねありがとうございますありがとうございますそんな風に言っていただけてすごい温かいメッセージね、うん、聞いてくださる方がいないと続きませんのでね、はい、ブラサタもね、うん 今日のテーマ実は身近に実例があまりなくちょっと苦し紛れで書いたところもあるのですが、うん、あんなに盛り上げていただきましてありがとうございました。 今日のテーマとは逆の年寄りの冷や水ここ数年コロナ禍もあってバイクブームですが、うん、数年前の50代後半から還暦の頃はバイクが好きで乗ってますというといい年してそんな大きなバイク危なくないんですかとちょっと危険人物扱いでした、うん、それが今はすごいですね羨ましいなど上げられる上げられる、うん、若年寄りだってそれを貫いていれば時代が追いついてくるさと思っています。<laughs> 実際実年齢はやってきますからね、うん、今日は音声だけとのことですが今度動画の時に絵心対決があるとすればハチ、えー、ライオン対決でしょうか楽しみにしています <laughs> 前回くまモンとピカチュウちゃんと分かりましたよかわいい浅見<お>さんのくまモンは、えー、ピカトトロン <laughs> ピカトトロンピカチュウとトトロン混ぜ合わさるはい,はい、はい かもしれませんが可愛いと思いました、はい、会社生活も今年が最後、うん、有給残してもしょうがないのでゴールデンウィークは10連休の予定ですいいなそうそう椅子の車輪はキャスターって言いますあそうだ <laughs> キャスターだ出てこなかった椅子の車輪ってなんだよって感じだよね <laughs> だって車って言っちゃっていいじゃんねもう車輪で <laughs> <だ> <laughs> キャスター付きとかいうもん、ね。そうだね、キャスターでした。や、だね、こ,これもう本当にもう。<laughs> キャスターミス。<laughs> キャスターでございました。はい。はい。まあね、今日若年寄りのテーマでしたけど、うん。なかなか難しいテーマだったかもしれませんが、うん。そうだね。うん、もうなんか花江のね、エピソードも話しましたけど、この間ね、も、ま、う、あ、全然若年寄りの話じゃないけど。うん。うん なんか好きな男の子がいるって前ね話したんですけど、うん、でこの間あのうまくね牛乳を開けられなかったみたいで、うん、でその時に偶然その好きな男の子が通りかかったんだって、うん、その時に「こうやって開けるんだよ」って言って教えてくれたらしい、うんうん、でもそれがすごい嬉しかったらしくて <laughs>、うん、もう帰ってきたらウキウキで「<laughs> 今日はね今日はね」って言って興奮気味に教えてくれたの、うん、じゃ最後に「もうね 綾翔くんは興奮の勇者だって言ってたどういうこと興奮に勇者をかけるってなかなかないよね <laughs> 一回聞きなえって聞き直しちゃった <laughs> 興奮の勇者すごい言葉だなって思ったよ興奮した勇者ってすごいね <laughs> いや興奮させてくれる多分勇者っていう意味なんだと思う,う,うと、ね、多分ね,ううね多分そうだと思うす自分が興奮してたから もう興奮の勇者だって言ってた <laughs> <laughs> う一瞬、よそう一瞬理解するのにちょっと時間かかったけど、うん、私全然理解できてなかったもん今 <laughs> そういうことかなと思ってすごいよ、なんか出てくる言葉がね、なかなかにシュールなことが結構多い本当だ、ね、どういうね、思考回路してんだろうなっていつも思うけど <laughs> でもそんな花ちゃんは今ね、あさみさんの髪型に憧れてるからね 今ね三人とも全く同じ髪型してます <laughs> すごいよみんなおかっぱ <laughs> おかっぱっていうのかなかショートボブねショートボブ、はい、ショートボブ<う>おしゃれに言いましょうねもう <laughs> じ次じもショートボブザクザクって私は切っただけなんですけな。いや <laughs> そう。そりゃそう二歳児なんかもう美容院に連けないもう座ってられないから <laughs> もうミッキー見せてる間にもうザクザクザクって切って <laughs> だからあの右と左側がちょっと違うんだよね。足目ね。そう。<laughs> りの <laughs> もう意図せずなってしまったっていう感じですよ。三人ともショートボーブな感じで。い本当に可愛い,いよでも。あねまあちょっとちょこちょこあるんですよあの花枝グロクが結構。でももうお時間では <laughs> そうなんですよもう結構なね時間になっちゃってるから、はい、またちょっとおいおいね動画の方でもね。うん はい、お伝,でいお伝えしていきたいなと思いますはいはいはいまたミスチルありますから <laughs> そうですよ、はい、ミスチルオールリクエストありますので、はい、ぜひぜひリクエストまだ来週まで、うん、はい受け付けておりますので楽しみですね,ね、うん、どんな曲が来るか意外な曲も待ってますよ <laughs> <laughs> 王道も待ってますよはい <laughs> それではまた来週